に5目やりますか。これやるか。五目並べ、まあ、さっきちょっとチェッカーが、うん、ほら上から落とすやつがね、あそうね、お互い手抜きまくってたと思うので、ね、本気でやりますか。よし本気で五目並べ必修科目かこれね。本当必修科目。じゃあメルはあえて、うん、遠くから攻めようか。なんでやっぱ真ん中置きがちだと思うのみんな。そう置きがちなのにはやっぱ理由があるんじゃないですか。いやそれはね違うんよ。よし、ちょ何がよしなのか分かんないですけど。いやいやいや、すごい可愛くよしって言ってましたけど、ちゃんとあるから、うん、これはちゃんとあるんですか。やっぱね、リリカちゃんがやろうとしてることはわかるよ。5つ並べようとしているでしょう。ここ。いや、そんなことはないですけどね。おー、まあ、5並べ。ここだな。5並べ結構難しいんだよな。こうしてみよう。もう早いですね。よしよしよし、いいぞ。早いですね。なかなかいい手を打っているんじゃないか。でも騙されないですよ。いや多分ねリリカちゃんはねここをつなぎようとしている。いやそんなことはない。えそんなことない。本当かな。おー、うん、うまいですね。ん？え？そこ置いても勝てないですよ、ちなみに。いや。え？あれ？え？メル勝ってたらしい、なんか。え、勝ってないですよ。え、嘘、勝ってた？嘘、分かってました。嘘。二人とも気づいてない。気づいてない。え？え？なんだろう。ちょっと待って、リリカちゃんがやろうとしてることを防がなきゃ。おお。いや、え？ん？なんかここ間置かれたら嫌だからこう。え、何してるんですか？大丈夫ですか？いやいや、ここ大事なんだって、こういう。やっぱメル先輩、五目並べのルール知ってるよ。遠距離で置くことも大事なの。あ、なるほど、なるほど。あん？あ、メル先輩、お疲れ様です。勝ちというか、遠距離攻撃失敗でーす。え、でもさ、本当にさ、勝てたんでしょ、メル。あと1手で。え、そうなんですか。え、だってコメントであったもん、さっき。勝ってたって。じゃあもう一回やります。え、勝ってた？勝ってた？あ、勝ってたんだ。ちょっと五目並べの先生、解説をお願いします。